汚い話なんですよ。は<え>もうちょっと汚いかなまあ程度によりますけどねでも結果大事な話と僕は持ってるんであ,あはいはいじゃあいいかなあの頻尿なんですけど頻尿の話からまずは、はいはい、もう40超えて30後半からも僕はまあひどい相当ひどくはないんですけどあ頻尿なの,の頻尿なんですよああそうなんから。 もうそうなんですよ水も好きだから自分、はい、水好きなんでよく飲むし、はい、やっぱそうなるんですけどもうひどいじゃないですかあのこのどんがらがっしゃんなんですよどんがらがっしゃんわかんないですあのー、全然わかんないどんがらがっしゃんでは何にもわかんない <laughs> 何ですかそれ行きたいないやもうちょっと眠たいないや行きたいなっていうこの葛藤あって,結局ってあ夜中起きるときね夜中の時の時の,時の 分かると思うんですけど俺のベッドあの部屋の真ん中にタンカーベッドでしょマットレスっていうんですかベッドのマット力下ないみたいななんですけど地面から1 0チ二2 0ンチぐらいなんですよ高さがマットレスを直で床に入んですなるほどはい一旦座った状態から立ち上がるみたいな座ったね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 なので踏ん張る から勢いよくなるほど1 0チ二2 0ンチぐらいしか高さがないから,いから降りたらもうほとんど地べったに座ってるようなもんだからそしか<ー>、はい、らい旦思いっきり踏ん張って立つから、はい、勢い余る時も眠たいし、はい、まず一旦,一旦壁にどんがらがしゃ行くじゃないですか何、はい、すかどんがらがしゃってだからだから <laughs> 壁にドカーン行って、はあ、まあ眠りながらまあ一応道も分かるし家なんで。

壁に、こう、肩がぶつかりながらとか。あ,あ、あ、あ、あちこちぶつかるってことね。そうなんです。はい,はい、はい。最悪な時は、今日、そういえば、昼、ここに。掃除機置いてたな。あ<ー>忘れて。<ー>足ぶつける。蹴って、指痛なって痛いったてはい、はい。もう、いいから、我慢して、つって、とりあえず、尿を出して。はい。すっきりして、戻ったら、今度は、また、帰り道は、なんか箱。ちりゴミ箱ですか。はい,はい、はい。蹴ってしまって、ま。 どんがらまたここれも転がって転がってまた結局電気つけてこう掃除最初からつけれややなんでつけんばやだから簡単な話やしこういうこのね難儀の癖があるんすけどでもねちょっとわかるんであのね電気つけてしまったら目が完全冷めてしまうんですそれもあるわかるどうしても眠気は残してわかるわかるまた戻ってきた時に眠れなかったら困るからわかるわかるこういうのもあるんですけど で問題はですねヒップさん貧尿の話じゃなくて僕が今本当は申し訳ないですけどあの貧愚嘘なんですよ初めて聞いたぞあ初めて聞きますどっちかといえば貧尿の大義語としては貧憤だな貧憤なんかま家守るみたいないやいやそうでしょ貧愚嘘よりはお前まだこっちの方がいいだろう貧憤の方がまだ聞こえがいいだろうや でしょそれは貧困でいきましょうねはいありますあれあれひどいですよマジでおなかあのんだあれ腸炎あ腸炎鳴った時はもうデージでしたよあれはひどそうですね確か俺鳴ったことないんですけど5分に1回ぐらいずっと行ってましたきついっすねはいその何て言うんですか下痢的なもんでもないではなくて通常の感じで寝てない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 急に寝てて便夜ですよ あれいやいやと思っていいやいや夢でしょもうちょっとちょっと様子見ようと思ってあんまないですよね寝てる時に便意を催すっていうのはうな,ないんですよしっかりとしたもんですよ普通の、はい、別のお腹痛めてるわけでもなくてはいはいで何時も寝てるから分かんないですけど何分たったのか何十分、うん、1>, 1時間たったのか分からんけど結局もうこれは本物だとやっぱりもまあまあまあそうかそうもしょうがないですよね でやっぱりさっきの「どんがらがッさんの流れ」じゃ電気つけろよ <laughs> この時がまためっちゃこの眠たい時に起きてるんですよ、はい、あちょっと目が覚めたみたいなとかじゃなくてあもうマックス眠たいもうほんと眠たい,はい、はい、あるよねでトイレ行って何とも言い難い感情というか気持ちになるんですよ要は我慢してたもんを一応出してそれすっきりははいしますね 眠たいしめちゃゃくちち眠たいし夜、うん、ちょっと体も斜めなってんじゃないかぐらいのもうそのまま寝てしまうかぐらいの複雑な複雑な感情になってて「はい、めっちゃ終わりました」と「はい、やったぜ」ってって寝て「うん、すっきりしたぜ」と思って、はい、ところがですよヒップさん、はい、まあこれからも数時間経ったのか分かんないですけど「嘘でしょ」って「<た>何これ」って。 何これと思ってまた <laughs> またなんですよ何時間空いてんのそれ。頻繁と俺のなんとなくの、あのー、体感の時間多分2時間ぐらいをたってたかなと思うんですけど、えー、夜中に目覚めて、まあ、暗かったんでちょっと明るくなってたかなぐらいだったような気もするんで「はあ、そうまたなって嘘だろ」いやこれはさすがにないだろうちょっと我慢しよう」はい、もしくは夢だもう一回。 うん、結局いや違う本物だともうまたなと思って、はい、行ってそ、はい、したらもう案の定ではないんですけど、はい、ちも,もちろんちゃんとしたもんが出たんですけどほぼ5割がもうエアーなんですよエアーのやつ。あ<ー>がっかりもこれでがっかりして、はい、どっちもやるんだったらエアーっていうのも嫌だし、はい、しっかりで結局起きてるから。 はい、ももののちゃんんとはは出たのはいいんですけどせっかく行くんだったらみたいなねそれくらいだったらもうちょっとなんかできんかったわ俺の体とか思いながら、うん、初めてのこのね貧困ですか貧困貧困貧困ですね <laughs> よね夜2回ですよもう最悪でしたねマジでうんとんでもない体験しましたこれ40代で実は2回あったんですよこ,このような感じのやつが40代前半の時にあって久しぶりだったんですよこれがはい、はい うーある40代あるんだと思って <laughs> もう地獄地獄なのかなあのね登場人物がお前しかいないんだよなこれな <laughs> そうですこれ僕だけのあれですよ世の中戦いとあるうるま市のとある一軒家で起きたそうなってくるとよ、はい、どうでもいいんだよな <laughs> <別>にいやいや誰かいて <laughs>、ね、その人と何か事件があったとか何かとんでもないお前の話は全部お前の中でお前だけが会話してる話だから<笑><笑>どうでもいいんだよね。え違うあそうですねで,でも違うんですよ結局は。ああ結局は、まあ、登場人物は <laughs> ほぼ俺ですけどああ結局その。 健康的に大丈夫ですかヒッープーさんっていうーーていうるさいよやうらこんなの食べ方あるかや <laughs> なんやんなこれもうあのアラフィフなんで俺は、はい、俺もそうですよそうそ体がもう変ななってます、はい、ヒップウサントってもう60までねはいあ,はあのもう10年切ってるじゃないですか切ってますよ切ってますよ はい、やばくないですか。いろいろ今後大変じゃないですか。っていう健康のいやいやいや夜中にね。だからその、はい、おしっこに起きるっていうのは一時、はい、結構ひどかったんですけど、はいはい、最近起きないんですよ。あ、そう止まるもんなんですね。それだから俺自分でもびっくりしてるんですけど。あいいでもいい、ね。最近はぐっすり朝まで起きないです。一番最高ですね。これ、はい、なんかあのゴルフの青木伊さん。はいはいはい。 昔なんか言ってたんですけど50ぐらいまでは別にでき普通に大丈夫って言ってたんですよはい、はいま、一応あのレベルなんで、うん、相当鍛えてないと思うんですけどはい、はい、60になってからだったかなあれこれやべえぞって思ったらしくて、はあ、なんか60っていうのはやっぱり何かしら一区切りなんじゃないかなと思ってあ、まあまあ、50だからもう50で、はい、60代をきちっと生きるために何かこう。 ヒップさんも少し、うん。<laughs> スポーツなりなんなり。あ、ちゃんと言ってますよ、僕週一に。あ、う、動かしてるんですか。はい,はい、はい、ちゃんと、なんだ、パーソナルトレーニングについてもらって。も完璧さ。持ってますよ。貧乳も止求まったんじゃないですか。もしかして。いや、別にこのセーブとは思わないですけど。はい <laughs> <し>、まあ。はい、最近は、ちゃんと朝まで、寝れてるので、眠れてるので。 いい、ね、いいと思いますねいやこれも聞いてる人もそうですけどやっぱ頻困ね経験者ちょっとなかなかないっすよ貧困はいやびっくりしました夜中お腹痛くて起きて、はい、トイレ行くことありますよそれはやっ,ぱりやっぱりちょっと調子が悪かったりとかなんでうまそれ、はい、通常のう通ま,まさに通常運行で通常運行で まさ,にまさに通常運行でそういうダイヤはないですね、そんな頻繁なダイヤはないです、僕ない,す,僕<は>ないす、確かに、はい、俺もそんなには聞いたこともないし、はい、いや、2回ってあるかなとか思って、<laughs> もうだからあれなんじゃないですか、もう一生のうちにやる運行の数が決まってて、もうちょっと、終わりに近づいてる <laughs> あ、 あのー、ちょっと寿命の方が先に来てるから本来の分のは今のうち出していこうということでこう数が合わなくなってくる合 <laughs> わ,わなくなってくるからもう最初にも消化しとってだからあと後半10年ぐらいはお前トイレ行かなくなると思うすマジでまあ便利というかいいことなるか悪いことなるか,かない、ね、全然行かないなあいつってなると思うい確かにそうですねいや そしたたら腸の方が健康なんんでですすねね当ってるまあまあそうかもしれないお前の体おかしくなってねっつってあれ計算と違うなちょっと出してこうなみたいになってそうそうなんで俺もだからその夜中起きてね頻尿だったのが今止まってるからそうですね俺多分次からもうしっこしなくなると思うそういうことアイドルに近づいていくっていうかよくなってるっていうトイレ行かなくなると思いましたアイドルはいお花畑的なもん全然行かないですもん 決まってるんで数が。これあと多分七十回ぐらいじゃないかな。七十 <laughs> 回。めっちゃ近い。今年中じゃないですか。今年ではもうやらんくなるな。な今年中でやばいですね。ねあと七十回、いや、もうあと百二十回ぐらい。<laughs> 俺超えるから、五十は超えたいな、一応は。<laughs> 一応、わからな、ね、い。計算いいじゃないですか、別に。寿命はそれも続いて、トイレはいかなくなるでしょまあ、まあ、そうですね。うん、ピン。 何でしたっけピンピンコロリでしたっけねはいそうそうピンピンしたままコロリと,とそねそれでいいんだったら別にいいんですけど<ー> <laughs> これ50はでもいきたいですね、まあ、ただ人間排泄行為止められたらね生きていけないからね <laughs> 本当んに,に大事ですからね力も物入れにくくなります大事なことだと思いますはい分かりました僕のね 個人的な話だっあ登場人物一人だからだからヤーしかいないしヤーしか見てんしたまには聞いてほしかったいやヤーしか喋ってんししかも心の中でしか喋ってんし久しぶりに久しぶりに電波使ってやりましたイプさんはいやりましょうかじゃあイープケージャージのダールバ。つまみをください このコーナーはリスナーが日頃気になっていることや世の中に物申したいことヒープとケイジャージの二人に聞いてみたいことをつまみにおしゃべりします皆さんからメールで寄せられたトークテーマの中からルーレットで決めていきますじゃあ早速回していきましょうおごるラインおごられるラインええ、台所でガサガサイン読谷さんはい、ありがとうございます ヒー,ーさんーヒープーさんジャージさん、はいはい、この体制になってから久々に送りますあ,ありがとうございます、えー、さて今日はお二人にこれどう思うということをお話をお願いします、はい、先日会社のアガヤーに僕を含めて3人お昼ご飯をおごってもらったんですよ俺人のおごりの時はおごる人と同なじのかワンランク下のものを頼むんですよこの日はアガヤーが780円のビーランチだったから 俺ともう一人は680円の C ランチを頼んだんですよ。いやしがよッった会社の経理の姉さんよ980円の A ランチによ1800円のテールスープも頼みよった。<laughs> 全部のランチにはお味噌汁もついてるのにテールスープだよ。 この姉さんショートボブなのにテールスープだよ関係あるかこれお二人も後輩とご飯食べに行ってドゥは牛丼なのに後輩の朱里之ケがシェフのこだわりパスタ季節のキノコと子牛のムニエルを添えてを注文したらどうしますかおごるラインとかおごられるラインがあったら教えてくださいでは最後まで聞いてみますねはい、はい、ありがとうございますどうでしょうこのラインですね確かにまずじゃあおごられる場合,はられる場合僕は 単純にまずの自分が食いそうですねだから要は自分から注文先にやらんといけない場合とかあるじゃないですかああいや怒るから何,何でもいいから頼めみたいなねそう,そうはい,はい、はい、だから先輩が頼んだのの下に行くのが難しい,い最初に言わんといけないからそはい あの食いたいのをまず見て、うん、僕の中ではもうだいたい600は受験とか、まあ昼ご飯とかだったらですよ。うん、いやサバだからないよサバなんで。いや言ってもサバとお腹ですもん600はもうほぼ高級なんで多分大学生かや。かや <laughs> 多分おごられる側もある程度別に、あ<ー>自分超えてもね600円とか500円別に大丈夫だぜみたいな雰囲気がある。 方だったらそのラインを選びますあ僕もまあもうだこうの年齢なんでおご、はい、られるっていったらも相当上の方なんでまあそんなになんていうのかなケチケチしてないというかはいはいはいありますね一旦おごられる場合は「はえっとどうしましょうかね」って言って「うん、ど何頼みます?」って聞きますね、うん、逆にああ<や>それがスムーズですね 例えばじゃあお酒だったらじゃあ日本酒がいいかなあじゃあ僕もじゃあ日本酒でみたいなあはいはいはいまずじゃあビールからいきますとかあ,<ー>あじゃあじゃあ僕もビールからみたいなこんな聞き方するかな確かにであの人によっては、まあ、例えばうちの会長とかもそうなんですけど、はい、あ何でもいいよと、はい、好きなの頼めって言われた時はもう遠慮なくああでもわざと一番高いのとか選ばないでしょ<ー>食べたいの,のの中で好きなやつを選ぶあそうですねおご、うん、る場合は はいまあ、慣れた人でもありますし怒る場合はもう僕も同じことは言いますまあ好きなので,ててで、ねはいいますだからでそれでそんな破壊的な注文されたことないんだよなわざと意地悪して一番高いのからって言わないもんねただなんか別に高くはないけどさっき言ったこのシェフの気まぐれみたいなああそういう。 台がついたやつお台がついたやつ、うん、ちょっとイラッとするかもしれないですねなんか知らないですけど <laughs> お前お前、メニューのこと台って言ってるんか台持ってきたやつって <laughs> 田舎野谷が台出ましたね名言 <laughs> お話大会かや 大ってやがてでテーマって言おうとしましたらね。<laughs> テーマ持ってきてっつってメニューなメニューですね。メニューそうそうですメニューですね。はい、あの奢る時でもまあ何でもいいよって言いますけど残されるとちょっと僕は悲しいですね。なるほどいます残すいやいやうちの芸人とか役者に関してはいないです。<ー>もうこれはうちの会長からの教えで何でも食べていいからとにかく残すなよっていうのはもう暗黙の了解なんでそうですね。 残すのはちょっとショックかなかかはいじゃあ続いて「はい、おう行動派慎重派」うんえー「初めてのお便りです」「ラジオネームしらす」です「ダールバー女装が長くてよかったですね」いいすね「いい助走ですね」<ー>「私は思い立ったらすぐ行動派で以前はテレビで青森県の恐れ山が出た時は1か月後に有給を取りバイク旅を結構え 過去四国在住、え、四国から青森、バイクで。そして次は北海道に住みたいと思い四ヶ月後に移住。お二人は思い立ったらすぐに行動に移す派,移す派ですか、それとも慎重派ですか。ね、いや全然僕は慎重派ですね。いやシラスさんと来られたら俺も慎重派だな。<laughs> これ住むところこんな簡単にはちょっと、ですよね。移動できないです,ね,ですね。結婚できないんじゃないですか。シラス、やってるんですかね。いやまあちょっと男性が女性かちょっとわかんないんですけど。 いやめちゃくちゃ行動派で<ー>憧れはしますそういうのそうだ、ね、たちにもいるんですけど<ー>最高失敗は恐れないというかだってあなたはどんなにあれでもねお家がやって寝るじゃないですか あもうほぼそうですね。外泊したら死ぬんだよな多分な。そうひからびるかどっちかですね。な何か家にこのつなぐホースみたいのがあってこれこれホースつないとかいや死ぬんで多分。そうそうもうこれ以上はもう限界来てますホースが帰りますっていうぐらいのなんで。あずっとつないでんの？お前。ずっとずっともうずっとずねです後ろ見ながら今日出過ぎてないから。いや出るときは外せよ。ほんなやめんどくさいや。 もう大体あの行動パターンを一つにしないと同じパターンにしないとちょっとずれるとイライラするんですよ、うん、ああそうかルーティンが決まってるそうなんです車でもいつもの通り道で渋滞してたらなんでこっちで渋滞してればってなってしまうんで,<ー>で、ね、よっぽど慎重派ですね慎重ですね僕は慎重というか頑固というか <laughs> ね確かにそうですね、はい、じゃあ続きましてはい おお、マジか。愛知のまーちゃんです。はい、ありがとうございます。から、レッドカーペット。おお、ああ、おお。 17日日曜日たまたま沖縄旅行をしていて沖縄映画祭に遭遇しました<え>レッドカーペット映画監督ヒープーさんがさっそうと歩いていてわずか3メートルの距離に生ヒープーさん俳優さんみたいにスラッとしたウォーキングホームでかっこよかったですヒープーさーんと叫びそうになりましたが前振りに静かにしてくださいと言われていたからいっぱい手を振りましたよ嬉しかったですレッドカーペット歩く気分ってどんな感じでしたかああ今声出しちゃダメなのか。 言えばよかったのにと思って。でも外なんですよね。屋外ですはい。ダメなんですねやっ歩いてきましたよ。あのああなたも出演した逃牛女子。はいはいはい確かに。あのどんな気分でしたそういえばそうですね。あの実は初めてじゃないんですよ。あそうなんですね。前にも歩いたことあって。これはあの出演の方ですか。出演で。もうだいぶ前ですよもう五六年ぐらい前ですかね。ああまあでもはい。 慣、まあ、れたもんじっていうかあのななんていうか一緒にいたもうコロナだから人数がもう限られてて監督と主演にしてくださいっていうことでなるほどだ本当だったらあなたも含めてうちのみんなはシンカーでね颯爽と練り歩きたかったんですけど人数が制限されてて僕と主演の日川あずさで行ってきたんですけどえっとね日川はめちゃくちゃ緊張したんですよ。 わあずさは初めて、ね、初めてだったんですけどめちゃくちゃ緊張したんですけどす、ね、僕全然緊張してなくてなん,なんでかっていうと、はい、あれあのはいはい別にも<あ>面白いいいこと言わなくていいじゃないまあまあそうですね手振ってはい、はい、まあなんか支援があったらああ、はい、しかも別にねみんなウェルカムのところにだから。 はあそうですねお客様、ね。ヤジとか帰れとか言われないんじゃないですか全然何にもただただ僕楽しくてああなるほどリラックスしてじゃあもうッ歩けたっていうことです、ねはい、歩きましたよいや最高ですね本当に映画祭<う>国際映画祭で歩くって監督としてしかもそれに遭遇したっていうことですから知ら。だからねたまたま来てた時にっていうことですよね最高ですねあこんな感じです いや、すごいじゃないですか。人いっぱいいますね。あ、今、人いっぱいいましたよ。いや、めっちゃもう気持ちいい。気持ちいいですね。まあ、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 はい、これさ、さん、うわ、本物だ。あと一本の、あの、松田翔が取った。はい、はい、はい。え、こんな聞く明かりの夜に。の松田翔と。なるほど。 あっちの主演のあのはいはい4人で撮った写真いや本当にドレスアップしてめっちゃすごいはいこれ何メーターぐらいあったんですかこれあの天武ま前ゴールであのだみ海橋かあれ三サロナってとこあるでしょあっちから突き当たり突き当たりそう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  ぐらいですかね。いやジャスターズねすごいなやっぱり映画祭たまたまってよかったです、ね、だからねいやいや本当すごいですよありがとう。年そういうのやってるんでぜひ来てほしいですね。今年久しぶりにレッドカーペット復活して、ね、コ,コロナだったからだからありがとうございます嬉しいですね。<や>うん、すごいあー時間ないあ,ーあ<ー>そうかーーいいはいということで。はい えー、このコーナーでは皆さんから投稿テーマをメールで募集しております何を話すかは寄せられたつまみの中からルーレットで決定しますよ参加希望の方は懸命につまみ本文につまみの内容とご自身のエピソードを書いて番組まで送ってきてください以上「つまみをください」のコーナーでしたはい、えー、といととうことで 曲の方ですねいいきまえじゃんけんでね買った方のリクエスト曲かけます「いこならディレクターチョイス」の曲かけますよということでピュアな愛さんからこれはもうここでも何回か紹介したかなえっと今はもうないんですけどカリスマボーカルとカリスマギタリストもう解散はしたんですけど男性男性です、ね、ああわかりました、はい はい。<の>まあ、あと曲が何かだね。そうなんですよ。これは。えっと、なんというんですか、ね。えっと、やな。多分。イナグンガいなぐんは、やな、いなぐんは。やな、ちょっと可愛いなぐんはって感じですかね。表便で言うと。<laughs> やなかな。あ、たったんだ、俺。 多分そ,れそういういニュアンンンスででですすよ超有名ちょっとははちょっとはヒヒト出のの上手これップさん方言バージョ僕はですねとももんさんのリクエストですねこれジャンルでいったら何何歌謡曲歌謡曲,歌謡曲でなっとますちなみにラジオ機ーの、はい、今の社長 はいマイさんがお箱です。あの関係者はこれ言ったらあのあの曲ねってわかるぐらい十たってる年代というかそうですね。歌謡曲はい。いきましょうかはい行きましょう愛子は避けましょう愛子本当にわかりました行きましょう最初はグジャンケンチョキよっしゃ勝ちましたよということでピュアな愛さんからのリクエスト曲ですどうぞ。 はいということでわかりますイープさんボーイですよね。ボーイなんただねタイトルがね今たに思い出せないんですよもうこれ何だったかなななんなんって厄介なあれかなあのやないな軍はやないな軍はなんだわがままジュリエットですやのこれヒントじゃないだろうや最高全然ヒントじゃないだろうやこれ余計こんがらがるねちょっとやっさ ちょっともやないな稲語って言いすぎかなぐらいのがあったんですけどちょっと分かるねえ稲群話っていうかまたガールか何か作った何ガールやったかってそうなんですよ、ね、やがわがまま中にやったんでや <laughs> ちょっとそうあやなハーメーあ違うな誰かハ<や>ーメーや,やなナビーがよかったっすかね。たいなそんな問題してるや余計分かりにくくなってるわけやねんと <laughs> ということでね、はい、えっと、ピュアノスアさんですね、うんえー。わがままジュレとお願いします。中学校の頃に聞いて、衝撃を受けた曲です。あいこはやめてということでした、ね。はい,はい、確かに衝撃でしたね。えー、僕のはともぶんさんからのリクエストですね。わ、はい、からないです。全く。心凍らせて。あ、心、えっ、ー、と、凍らせて。ですね。ほり。うん。これ、多分、名前あんまり知らないと思います。あ あ,あ違うや分からんそうですねちょっと痩せた方だ高山玄高山玄ですねなんか刑事文の主題歌じゃなかったかな多分、はい、前川社長も「おはこ」ということで、まあ、そうなんですね、はい、なんかカラオケで90点以上取ったらボトル出すよとまあまあが言った時に歌った 歌って九十三点取って見事にボトルゲットした思い出の曲と。あ、そうすごい。渋い歌を歌いましたね。<laughs> そうですね。<ー>心凍らせて確かに久しぶりに聴きましたねこれも。はい。まあまあ本当に、はい、本当に愛子じゃなくてよかったっ。よかったですね。はいということでまた来週もやります。ぜひリクエスト曲となぜその曲をかけてほしいかという理由やエピソードを添えてお送りください。待ってます。方言暴言のコーナー。 言い回しが過激すぎて逆に面白い方言の暴言を紹介するコーナーです。こんな言葉使ったらダメだよという注意を喚起するコーナーナですということでうそれでは,ではい行きましょうかはい、じゃあ早速1発目 1>、はい、神奈川のノーミーハートさんの方言暴言「はい、たっぴらかしたろかこのクソラバー。らば、はい」神奈川からですよね。はい ああのまあこれ今やってる朝ドラでヒロインが徒競走で一番走ってたのにズックが壊れて転んで結局ビリになった姿をいじめっ子がボロクソ言って笑い転げていたのを見てつい番組のハッシュタグをつけてダールバンに先駆けてこの方言暴言を全世界デビューさせてしまいましたもちろん SNS に暴言を上げるのは良くないことですがこの番組レベルで,ではライトな方ですし大体の出演者やナイチャーは意味プーだと思うんで今回は許してちょんまげああなるほどでも鉄筋ビビンバの2人は分かるはずね ああ朝ドラ、はい、出てるんですよ、はい、多分ねそうそうあれはねすごいよね出てる出て,てましたねなるほどあまあこれぐらいはたっぴらかしたのかす、ね、このクソワラバぐらいはねそうですねかっ 角字とかそういう棒も出てこないし、うん、まだ怪我をしてないんでこれはね <laughs> そうですね身体的ダメージを与えてないんでそうですねまだ綺麗な着地ですね、うん、おそらくクスワラバーはそうですね略,略するとうんこ子供です <laughs> 子供かわいいななんかかわいいなうんこ子供 <laughs> 確かにそうですね略するとそうなるんでね、はいはい、はい。えー、じゃ続きまして ギノアシティさんからいただきました方言暴言なあ浴びらんけあらんねえ口んかいイシアファーたっくもんのイシアファーってなんだろうえっともう黙りなさい、うん、さもないと口の中にあお小瀬をぶち込むぞお小瀬お小瀬って言あのお小瀬ですよねあの海のやつで猛毒持ってるんですよ、ね <laughs> いいややばいやんしこれ海に囲まれた離島ならではの戒め言葉だけど直訳するとかなり怖いし危険うん下手したら死ぬやつだなこれねアバサはだったら針だけですけど猛毒ですねですね鬼お,おこぜとかあのおこぜですよ 石アファって言うんだ俺も初めてですね離島のあれですかね書いてあるんで離島の方言なんですかねーすげえな,なんとかを口にたっこむぞは結構ありますよね <laughs> 確かに、うん、ありますね確かに<ー>痛いなはいじゃあ続きまして <laughs>、えー、ピアナイスさんの方言冒険言「<laughs> やなぷひやや馬にひねえから十万し臭さ,さの割った」 どんどや順に一部蹴りこわさりんどいごはかんぎれどいいかなりの長文うちなんか職場に休憩室でおならする人がいるわけよこの人は寝てるんだけど私たちは食事中だくさん寝てるから注意もできないしほんとに蹴り飛ばしたいさチューブからでした <laughs> ええー、このこの へ,へこき野郎 <laughs> ここでおならしたら充満して臭いから「臭いよ私たちはご飯食べてるんだよ」順に「お尻を蹴っ飛ばされるぞちょっと考えれよこの野郎」でしょうかねそうですね <laughs> はいやりますねこの寝てる時の透かしが最高なんですよ 小学校ーはどうですか、ね、ヒ,ヒーヒーはどうですか？ヒー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 ヒ、はいねえーヒ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 ー だ使ったとてこれ、えー、シーミーで残った酸っぱくなったごぼうですかねね口に入れていっぱい殴ってやるぞっていうことですね <laughs> 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 どっちが嫌なんだろう酸っぱいごぼうを口に入れて殴るっていうのもあれだな <laughs> <laughs> 口になんかねんか微妙だな。そうなんですよね。かま硬、あ、い柔らかいあるいはすっぱい、ま、ちょっと変な味がするというね。えー、バッチリの中では硬い方かな。あそうですね。ねあの中では一中では硬い方。硬いっすよね。ね危ない映画でもね口なんか入れてこうゴボゴボしますけど、ああね、あゴボは面白い方かもしれないですね。<ー>優しいですね、えー。ラストですかね。はい。沖縄市の大安吉日さんの 冒険ええフらゲレンゲレンパーやポッテカスおなたに分からんばいどうしたんでしょうよく考えたらさ初めて登場しましたねよく使う言葉ゲレンゲレンパーそうですね待ってくださいこれはでも <laughs> 俺たち芸人は継承してますよヒープーさんからなんでヒープーさんこれ昔よく使ってました漫才で。 やが<ー>ゲレンゲレンとっとい、やばい、みたいの。これはツッコミでね。う一応もう止まったんですけど、毛ー次が、毛利が。これを継承してました。あれあれ継承。<laughs> ゲレンゲレンパー。そこで止まってるんですよ、もう一応。これはなんて訳したらいいのか,いか。そうですね。音なんですよね、ほとんど。えー、もうだって、悪口の音波で、ええー、フラーでしょゲレンゲレンパーでしょポッテか、そでしょ <laughs> オンパレードなんですよねもう頭全部頭で所作がつながるやつですよね悪口の幕のうちですねこれね <laughs> うなたいもわからんばこれぐらいもわからんばとはいのあたりもからん、今言わんくなったなゲレンゲレンパーも今言わない僕多分耳っていうか顔がむくんですよそういう言葉が出たらああ、聞こえたら聞こえたら<ー>いや相当 きつい言葉だと思います。もしかしたら。ないんでこれ知,知ってました。あのゲレンゲレンって言うじゃないですか。あはいはいはい。えっとね、フィリピンかどっかにも全く同じ言葉があって、同じ<え>同じ意味らしいですよ。出た。だから多分ね、フィリピンから来てんじゃないこれ。なるほど。うあれもだよ。なんかありましたよね。なんかこの,のあの<何>いやいやパタイサリンドアやって言うじゃないですか。はい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 。あの。 まのおじぱったり消ソンドっていうじゃないですかパタイソンドあれもんすよあれもフィリピンかどっかの言葉で同じ意味だったんですよフィリピンかから来てるんですねだから多分沖縄ってほら昔からいろんなねところから来てるからそれから取ったんじゃないですかいいやすご痛みでフラのことなんて言えばつゲレンゲレンって「あやんばでつって」なんか多分う本当にそうだと思いますよ にすごい言葉こがパタイも久しぶりに聞いたなパタイゲーもちっちゃい頃よく使ってたあの「やる」とか「パタイソン」パタインあと「パッタリゲー」って言ってるね「パッタリゲー」「パッタリゲーソン」使いますよでもそっか年配の方も本当にさっき言ったこの都内のあのおじいちんだっつってパタイソースだそう言いますよ言うでしょ 方言暴言っていうか正しい言葉っちゃ正しい言葉なのかな,かなけどそういう意味なんですよねあのちっちゃい時ほらなんか飼ってたニワトリが死んでしまったとかっていう時も割とシリアスなシーンでも「鳥鳥、はい、がパッテリしてる」って <laughs> ちょっと言葉は面白いそうっすねお母さん「鳥がパッタリしてる」っダ言してごらんあいやパッタリしてるね」<laughs> <laughs> お目を倒れてから確かにパタイやったでも僕僕のイメージは今フィリピン初めて聞いたんではい、はい、確かフィリピンだったと思うんすパタイってこの倒れた様から来てるかなと思ったんですよパタリとあーはーはーギギオンというかそうなんですよーーだからちょっと暴言的なもんかなと思ったんですけどもし本当フィリピンから来たんだったらな <いや S 2> くなることをパタイっていう言葉だもしかしたらフィリピンでも、はい あそうそうそう,そうあっちでもその音から来たかもしれないですよちょっとポップなポップって言ってるんですかね <laughs> の言葉なんですかねじゃあ、うん、暴言そっかいやすごいなフィリピンうちのそういえば親もあれ戦時中あっちにフィリピンなんです何年間か、はい、だから戻ってきてるから、はい、そこの言葉も輸入してきたんですかねかもしれないです。うそうそうだから現地からもしかしたら持ってきたかもしれないし。

取るそうですね。取ったら、はいはいはい。取っとい。そうですね。回転回取っと,っとい。<laughs> <laughs> 知的攻撃が激しいですね。<laughs> ポッテがするは多分あれですよ。わからないですけど。はい、僕の予想ですよ。もう脳みそポテッ。<laughs> <laughs> 落としてしまって、落としてしまって、中身ない、もう中身、かすなってるやしっていうところから来てるんじゃないかなって、俺思うんですよ。ポテ,ポテト落としてかすいや、多分ですよ、分か,す分からんけど、全然分からんけど。 じゃあこれ英語だったらこういう覚え方しますよね「ポって「<laughs> ポって貸すだから「ポテトとしかす」だなんつっていや面白いっすね使わないでくださいよ <laughs> あっしゃ礼すんのわやつ <laughs> 教育委員会から電話中 <laughs> <laughs> 絶対使わないでくださいよはい、はい、えー、いうことは、えー、いうことで、はい、来週はですね、うんえー 話がもりもりのコーナー<お>新コーナーですねはい,、はい、いきたいと思います、はいえー、大したことないどうでもいい個人的な話を客色しまくって、えー、採用されそうなもりもりにもってもってな話として送ってください、はいえー、メールの始めには必ず「ヒープーさんケイジャージさん聞いて!」と前置きして書き始めてくださいと、はい、いうことで以上、えー「方言暴言」のコーナーでした、はい、メロディアスなシューチャー あなたが今一番伝えたいことをヒープとケイジャージがメロディーに乗せて叫びます。日常にそむなぜどうしてや他人の行動になんか納得いかないことをこの機会にぶっちゃけたいことなど。皆さんの心の叫びを代弁しますということで、四月の課題曲はスケーターワルツですね。はい、あ、違うな。えっとねあ。サムバディだ。サムバディストールマイガール。そうですね。吉本新喜劇さんのね、テーマソングということで。はい、はい、じゃあ、早速いきましょうかね。はい、宜野湾シティさんの作品。はい。 我がファミリー覚えてよねシーミーの日をはいはいはい時期ですね、えー、今度シーミーいつね10年くらい前まではシーミー入りしてから毎年そのモンド。お墓は名古にあり名古市街からの参加世帯が多いことや名古市内でもその地域の今度のシーミーは第何に日曜日っていう慣習があるので今度のシーミーいつねは仕方がなかった でもその地域に火を合わせると名古屋向けの大渋滞で集合時間に間に合わない「あんたたち待ってたらもう大変もう終わったよ」とか「ついだ先のーミーといつもブッキングしてたまには実家のシーミーも参加したい」などなど意見が続出シー、うん、ミーのピークを終えた第3日曜日に実施を決めシ、うんえー、C、ミー入りしてから第3日曜日に決定して参加率を上げることに伝言ゲームはどこかで女王が化けるので 当初の23年は私がほぼ全世帯に「今回は?」と実施日を直接連絡思惑通りに参加率は格段に上がったもののでも遅れて到着する人は「巨大で混んでええ」とやっぱり同じ人たちが遅れてくる睡眠入りしてから第3日曜日も第4月の第3日曜日と思い込んで「お墓に来てるけど誰もいないどうなっているの?」と電話が来た人も 45年前ぐらいからやっと板についてきたと思ったら近年はコロナ禍でお墓への集合は見送ろうねなのでいやはや市民シーズン前は毎回頭の中でなんだかせわしい。うん確かかにもうこれはいつやるかつ っってて決めるいいうううですよねこの結局どの曜日に決めてもできないっていう人はいるからねそうですねあと終わりの時間の戦いもあるみたいですね「何時までやるか」っつって「早くらそうんもう最後までやるよ」っつって「明日仕事なのに」とか僕らは割と牛かの本当に実家から近いところにあるのでそれはラッキーではありますけど遠くはないんでねはいはい。 デージ込むような見たいっすねあの辺はほんとすごいっすね名護のあの道えーねあの五八蔵にいっぱいわったか行ったら右側かお墓、はい、が並んでてで、ね、はいあ,ありますね「はいはい、デイジローやテント組んでバーベキューセットやって」<う>みたいな本当に見えますよね見える見える風景というか見える いかにすごいな、あの時期は。だ、タートがカラオケやってるっていう。<え> <laughs> い<や>もう、死にすごいな。ビーチパーティーやし。みたいな。ですね。<laughs> 一応、ビーチありますからね、ちょっとみちゃだろうさん。もう、だから、もう、あんまり人が多い場合も、エムシが必要なんじゃないか、多分。<laughs> マイク使って、し <laughs> かも<に> <laughs>。それであれがあるんじゃないかなと思うんですけど。言ったらめっちゃ面白いな、確かに、そうですね。マイクないとね。え、ね、え、ムンチュー代表して、誰拶お願いします <laughs> とか。 めっちゃ面白いねじゃあえ続きましてえ白玉さんから頂きました「メロディアスなしち落としたものをなくしたものを大抵お気に入り」「最近お気に入りのシュシュを落としてしまいました」「思えば友達からお土産にもらったタオルやお気に入りのハンカチ大切に使っていたものに限ってどこかに落としたりなくしたりえ大 第一章受けたショックは数知れず、うん、ヒープーさんケイジャーさんは今まで落としたなくしたものでショックだったものはありますかえー、どうだろうなえ<っ>そんなに大きな落とし物ないんですけど、うん、大体自分はもう財布携帯鍵っていうこの三種の神器を一応見、うん、そんな立派なものじゃないそんなオーバーなものじゃないなも普通にみんな持ってる一 <laughs> 個でも 身近なんかないといつものポケットとかないとあやばいやばいやばいってテンパりをしますね<ー>一応はですけど僕ライターですね今タバコやめてるんであれなんですけど<あ>ジッポのライターとかをあのはいはいなるほど。砂辺とかあんなの テトラポットの下に落としたことがあるんですよ釣りしてる時に10ですね最悪ですよ、ね、最悪,もん最悪あお気に入りなんてにきんあ,あれ以来もだから百百円ライターしか持っていかんつってああそういうちょっと危険な場じゃないですけど、うん、確かにショック大事なもんがちなみに今普通にパッと読んでましたけどはい、はい、シュシュってわかりますああ僕は知ってますこれはあの四十なってからわかったんですよあれですね髪留めですね <laughs> 髪留めるやつ <laughs> 髪止めですよね。いや戦前の人かやね髪止め。いやこれ知っただけでも大進歩だったと思うんすよみんながシュ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 女の子たち昔あのそんなにシュ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 言ってないそんなには言ってないなんやんばずっとシュ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 そんなには言ってないだから。俺コントなんでただ女子女子を格好するときなんか髪止めなんかないみたいなあのかかなんていうかったやつ。 <laughs> あの髪なんていうんですかねカッタイ止めっていうんですかピンピン <laughs>、ええ、止めってももう言わな <laughs> いよやいつの時代の人やけヘアピンなヘアピンなああいうのないかって言ったついでになんかじゃあこれいいんじゃないですかううそうなんですシュシュ

続きまして、はいえー、チュラさんの作品頭ん中欲とエッジでいっぱいらしいわよこれ一時流行ったな脳内メーカーという生命,しんあ生命診断サイトでチュラを診断してみたら見事に欲とエッジだけだった実際は秘密、ね、ちなみにヒープーさんは「休」これ休むと秘密の「日」 刑事さんは「金」と「エッチ多め」の欲が少々あかいいっすね俺は合ってると思いますよあれはをこう半分に切った映がそうそう何が何パーセント占めてるかっつってああ占いですこれ占い占いのやつねああるんす誰のでもあれできるんすね名前入れたら多分はいあでも俺も当たってるな休み 休み休みですよね。あと秘密の日。これはなん秘密主義なんで僕。<laughs> そうなんですか。あんまり自分のことを言わないじゃないですか。<laughs> まあ、確かに。あ、あ,あ、そうそうですね。俺結婚する時きすぐ誰も誰も知らなかったと思いますよ。確かに俺知らなかったっていうか付き合ってるとかもそんなの<う>女性関係も知らないんで。そう。だから僕秘密主義なんですよ。 ほぼ当たってます確かに休みでも休み車がないじゃないですかいや車ねあってほしいですけどねこれ脳内メーカーに車っていう選択肢あるかな <laughs> 確かにか趣味とかだったらあるけどあそっかそうかマジピンポイントで車ってやそれ出たらすごいけどなホイールとか <laughs> あもうホイールとか出たらシリーズこれがデー当たるやつだなって思うけど <laughs> 確かに、はい、そうするあ

えー、カラスって怖いイメージさ、追い払うことができず、ずっと待ってたわけ。だけど、絶対に動かなくて、私の休憩時間がなくなっていく。うん、結局、カラスとにらめっこして、休憩が終わったってば。あ,いやあれ、なんかよ、あの、人慣れしてるところがあるから。頭いいんです。頭が、めちゃくちゃいいらしくて。はい、はい、はい、はい。だから、あれらしいですよ、あのね。おもちゃの。カラスを。 逆さまにぶら下げてるおもちゃがあるんですよはいはいおもちゃおもちゃでダミー、うん、ダミーのカラスでこれ下げとったらもうカラス来ないらしいえんかえわっ,った進化逆さ <laughs> 逆さずにさっとつってからわかるらしいんですよう,うっとるさようぬやうっとるさよみたいな、うん、えー、すごい頭いいな確かにほんでヤンバルの畑とかその逆さまに吊るしたカラスとはい、はい、あの録音したカラスの声ギャーギャーっていうやつを流すともう絶対来ないらしいんですよ なるほどうわ、そういうおもちゃってかあるんですねあ,あるあるある<の>本当にあるカラス撃退追い払う撃退用のためのいやすげえなでも頭い痛みやっぱすごいっすねカラスやでかいんだよなああ、なるほどそうですね思ったよりもでかいさらに飛んでるというか翼広げた結構でかいっすね死にでかいカラスなるうちも来ますけど多分ピュアナイスさん 教えられてたんですね多分そうそう多分そうです舐められてるいいから。だからもうなんどっちがお前お前よりは俺が頭いいはずよと思って、ね、<laughs> 山あるかっこあっちをがっつって <laughs> いや思ってたんですかねやっぱりカラスはごめんなさい全然関係ないさっきパッと思い出したに今検索したんですけどはい、はい、コウモリいるじゃないですかコウモリはいはい死にでかいコウモリの写真見たことありますいやないですねコウモリそんなで、ま、えどれ えー気持ち悪い <laughs> 気持ち悪い <laughs> ちょっとした子供っていうか、小学生ぐらいの、嘘でしょデイジでっかいんですよ。たまたまこの一匹っていうか、一羽が大きくなったやつじゃなくて、そういう種類なんですか、ね、大小森っていう種類だし。いや、名前もそのままだろすげえ気持ち悪い。人やし。 ですよねこれ多分もうこのぐらいの大きさだったらもう逆さはやめた方がいいあるじゃないですかそうちょっともうつらいはずつらいですよねはいちょっと俺違うんだよな本当はなてでから足がもたん気持ち悪思い出してちょっと世界広いっすねいい時間時間ですねはいということで来週から課題曲変わりますはいえと5月の課題曲こちら あーいいっすねなるほどはいはいはいここまでですね「はい、ミッションインポッシブル」のテーマ「タララータララー」ららーの部分ですねなのでふるって参加してください、はい、以上メロディアスな視聴のコーナーでした エンディングです。はいはい、この番組では皆さんの参加待っています。宛先は db 八六四アットマーク r 沖縄ドット co ドット jp です。参加してください。よろしくお願いします。はい、そうですね。はい、やっぱ今日一はやっぱ貧貧貧貧ですかね。貧貧 <laughs> 新しい言葉が生まれた瞬間。ね、ちょっと優しいんですかね。貧愚よりはいいってことになりますね。ねそりゃそうですよ。貧貧の方が全然貧がありますよ。貧がありますからね。赤や。<laughs> そうですね、たまにはね僕個人の話もちょくちょく入れていきますんでもう登場人物一人の話やめてな <laughs> それは別にもうお前が勝手に思っていることだからさ <laughs> いやもう大事な話ですよ健康の話は、ね、そうですけど、はい、今後もねたまに入れすで、はい、あかりました、はい、よろしくお願いします、はい、ということでまた来週ですねこの時間のお相手は K− ジャージとがとうございでしたバイバイ。